2024年の相撲界は大の里が常に大きな注目を浴びてきました。恵まれた体格からなる押しや立ち合いの圧力は上位の力士でも受け止められないほどで、一気に相手を土俵に押し出す相撲は圧巻です。大の里は2024年1月場所で新入幕を果たすと快進撃を続け、幕内3場所目で初優勝を果たすなど数々のスピード記録を達成。学生時代から多くの実績を残していましたが、規格外の強さで入幕してからは瞬く間に将来の横綱とも言われるようになりました。そんな大の里はまだ大相撲の世界に入って日が浅く、どのような人物なのか知らない人も多くいるはずです。幼少期や学生時代などどのような相撲人生を歩んできたのでしょうか。能登の星、大の里は相撲どころでもある石川県で生まれました。相撲を始めたのは小学1年からで、地元の津幡町少年相撲教室で相撲を始めています。大の里は父親も相撲経験者で、父は高校相撲部の大会で準優勝したこともある実力の持ち主でした。父親は大の里が少年相撲教室に入ると自ら回しをつけて指導する熱血ぶりで、他の子の手前、我が子に甘くできず人一倍厳しく接していたといいます。そしてそんな父に大の里も泣きながら必死に食らいつき、実力をつけていきました。大の里の身長は192センチと長身ですが、両親ともに高く、父は184センチで、母も165センチと高身長。小学生から同級生より頭一つ大きく、牛丼大盛りを3杯食べていたこともあったそうです。こうして幼い頃から恵まれた体格だったことや、父の熱心な指導のおかげもあり、相撲でも負け知らずでした。ですが小学5年生になるとライバルが力をつけて、なかなか勝てなくなってしまったそうです。相撲への情熱が冷めかけたこともあったといいますが、同じ時期に同郷の先輩が新潟の高校に相撲留学し活躍する姿を見て、大の里は中学での相撲留学を決意。大の里が進学したのは新潟県の能中学でしたが、石川県は相撲どころということもあり、県内にも相撲の名門が多くあります。それでも県外に出ることを決めたのは相撲だけに集中するためだったそうです。相撲留学は両親からも快く認められましたが、父は心配で練習や大会のたびに新潟に駆けつけていたといいます。ですが入学して3ヶ月ほど経った頃、父は大の里からもう僕に相撲の指導はしないでと言い渡されたのです。父は当時の心境を、息子なりの配慮だったのでしょう。自立しようとする姿に胸が熱くなりましたと語り、その日以来技術的な指導は一切しないようになったといいます。こうして親元を離れ、特訓を積んだ大の里は次第に頭角を現すようになりました。中学3年の8月、北信越大会で優勝すると、続けて全国中学相撲選手権大会で3位、そして翌年1月の白鵬杯で全国初制覇を達成しました。その後大の里は憧れの先輩と同じ新潟県海洋高校に進みます。大の里は1年生から相撲部のエースとして活躍し、インターハイで準優勝するなど、いきなり実績を残していきました。順調に見えた大の里ですが、全国優勝は1回のみと、決して優勝経験が多かったわけではありません。当時各界からの誘いもあったといいますが、全国大会で2度以上優勝できたら各界、できなければ進学と決めていたこともあり、自身の取り決めに従って日本体育大学に進みます。そんな大の里に転機が訪れたのは大学に進学してからでした。29年ぶりの快挙。大の里は日本体育大学に進学すると、まず2019年10月の国体青年の部個人戦で優勝し、幕下15枚目格付け出しの資格を得ます。続けて11月には全国学生相撲選手権で優勝し、
学生横綱に輝いたことで2度目の幕下15枚目格付け出しの資格を得ました。また1年生で同大会を制覇するのは29年ぶりとなる快挙で、大野里は大学入学直後から実績を残していきます。さらに2021年12月の全日本相撲選手権で優勝し、アマチュア横綱になると2022年12月の全日本相撲選手権優勝で再びアマチュア横綱に輝きました。最終的に大学時代は13冠に輝くという実績を残すのです。中学高校はここまで実績を残すことができなかった大野里ですが、なぜここまで才能が開花したのでしょうか。それは誰よりも強いストイックな気持ちにあると考えられます。大野里は相撲を始めた当初、相撲は好きだけど練習が嫌いだったと言っており、泣きながら練習をしていたそうです。ですが負けず嫌いな性格もあり、厳しい稽古を乗り越え少しずつ実力をつけていきました。また中学から親元を離れ相撲留学していますが、中学高校を選んだ理由はここなら強くなれるという思いがあったからだと明かしています。当時大野里を指導した相撲部の監督は、多くの生徒は練習がきついかとかそういうことを考えてくるが、大野里だけは強くなれるかを考えてきていたと語りました。こうして常に相撲だけに集中して日々稽古に取り組んできた結果が大学時代につながったのでしょう。大学1年の時点で付け出しの資格を2度も獲得するなど、プロ志望の学生なら誰もが羨む躍進でしたが、大野里はプロは大学を卒業してから残り3年間自分の時代を作りたいと慌てることはありませんでした。またここが最終目標じゃない、プロが目標なんでと3年後を見据えた戦いを続け、その後も数々のタイトルを獲得していきます。さらに大野里は後に幕内で優勝争いをすることにもなる武富士とは高校大学でも対戦がありました。対戦成績は2勝2敗の引き分けで、2024年3月場所のプロ初対決では大野里が圧倒されて負けているのです。結局この場所では武富士が優勝しますが、大野里はこの時の負けを後に、特に悔しかった一番とも語り、その思いを忘れずに稽古に励んでいたことも明かしています。このような性格も強くなれた大きな要因の一つでしょう。こうして大学で一気に才能が開花した大野里ですが、大野里の勢いはプロ入り後も止まりませんでした。史上最速優勝。大野里は大学時代に多くの実績を残していたこともあり、多くの部屋から声がかかったといいます。そんな中で選んだのが元横綱稀勢の里が師匠を務める二所ノ関部屋でした。二所ノ関部屋は茨城県にあり、両国までのアクセスが良いとは言えません。ですが大野里は、何の誘惑もなく相撲に集中できる町、茨城県、遠いですけど本当に相撲しかないと語り、相撲だけに集中できる環境だからこそ選んだことを明かしています。こうして多くの注目が集まる中、2023年5月場所で初土俵を踏みました。同時期に白鸚鵬が一場所で十両昇進を決めていたこともあり、大野里にもその期待がかかりましたが、大野里は初日から黒星というスタートになってしまいます。ですがその後は6連勝で6勝1敗という好成績で初めての場所を終えました。そして翌場所は幕下上位に番付を上げましたが、思うように白星につながらず、4勝3敗でギリギリ勝ち越すという内容になってしまいます。大きな期待が集まっていた大野里ですが、幕下時代はやや安定感がなかったこともあり、同じような経歴で入門し、あっという間に出世していった白鸚鵬に注目が集まっていました。ですが師匠は、スピード出世は意識していない、ゆっくり育てていくと将来を見据えてじっくり指導していく方針であることを明かしています。こうした師匠のコメントで大野里としても落ち着いたのか、十両に昇進した2023年9月場所からは2場所続けて12勝という成績を残し、
幕内に昇進していきました。そして2024年1月場所で新入幕を決めると11勝4敗でいきなり千秋楽まで優勝争いに絡み敢闘賞を受賞。翌場所も11勝4敗とし敢闘賞、技能賞を受賞するなど幕内でも力が通用することを証明していきました。そして翌5月場所では初めて横綱照ノ富士に勝ち、最終的に12勝3敗の成績で初の幕内優勝を果たします。初土俵から所要6場所での優勝は史上最速で、大の里への期待が一層高まることになりました。負け越すことなく番付を上げ続け優勝を決めた大の里ですが、翌9月場所では新関脇の地位で初日から2連敗するなど厳しいスタートになります。最終的に9勝6敗とプロに入って初めて壁を感じた場所になってしまいました。同場所の成績次第では場所後の大関昇進もありえましたが、昇進も持ち越し。大の里も場所後に、今場所は考えすぎていた部分があったので、あまり考えすぎずに来場所は自分の目標に向かって頑張りたいと、本来の力が出せていなかったことも明かしています。そんな大の里でしたが、2024年9月場所では初日から10連勝と圧倒的な強さを見せつけ、12日目に11勝を挙げ、大関昇進の目安である三役で直近3場所33勝を達成しました。場所後の大関昇進もほぼ確定的となっています。2024年9月現在、横綱は照ノ富士だけですが、そんな照ノ富士も体調は万全ではなく、いつ辞めてもおかしくありません。多くの相撲ファンは次の横綱の誕生を望んでいます。近いうちに横綱としての大の里が見られるかもしれません。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も動画をどんどん出していきます。いいねやチャンネル登録、コメントをしていただけると泣いて喜びます。よろしくお願いいたします。